ごめんなさい。どうしてもらえるかしら。妹に会いに来ただけだから。もうこんなところにいたのね。教室で待っているって伝えたのにちっとも来ないんだもの。まったく、どこで油を売ってるかと思えば。そうよ、決まっているじゃない。どうかしたの、しおり。なんだか様子が変よ。ええ、そうね。私があなたのお姉様のいつか小鳥よ。ええ、そうよ。待ち合わせを忘れていたことについては許してあげるわ。さ、行くわよ。それじゃあ皆さん、ごきげんよう。はぁ、人気者も楽じゃないわね。しおり、あなたのせいよ。わざわざ私が迎えに来たから。騒ぎになるから授業が終わったら迎えに来てって言ったのに。ちょっと聞いてるの、しおり。大丈夫よ、ゆっくり落ち着いて。私はどこにも行かないわ、しおり。どうしたの今さら。私とあなたは義理の姉妹の関係でしょ。もしかして忘れちゃったの。そう、それなら学校ではきちんと先輩と呼ぶのは正しいけど、二人きりの時はお姉さまって呼びなさい。あなたは私の妹なんだから。よろしい。さあ来て、こっちよ。理由もなしに呼び出しちゃいけない？私はただしおりとこうして二人きりで過ごしたかっただけよ。それだけじゃダメ？よろしい。それでこそ私の可愛いしおりだわ。どうしたの、しおり。いつもみたいにもっとこっちに寄っていらっしゃい。
大丈夫よ、誰も見てやしないから。それにきっと神様だって見逃してくれるわよ。それとも姉妹だからこんなことをするのはおかしい？大丈夫よ、血のつながりなんてないんだもの。私はもっとあなたを近くで感じていたいの。さあもっとこっちに来て、しおり。どうしたのかしら。仕方のない妹ね、しおりは。と言ってくれるんだから、この子は。そんなこと言われるともっと優しくしてあげたくなっちゃうじゃない。いいのよ、今だけは好きなだけ甘えて。何かしてほしいことはない？何でもしてあげるわ。こっちに来なさい。よしよし、いい子ね。どうしたの、そんな声出して。嘘つきね。何でもない人はそんな声出さないわ。そんなはしたない声はね。ほら、きちんと言いなさい。どうしてそんな声が出ちゃったのかしら。私の手がどうだったの、しおり。ちゃんと言いなさい。そう、そんなに良かったのね。素直でよろしい。それじゃあ、ちゃんと言えたご褒美に、ほら、もっとしてあげるわね。でも私にしおりの可愛い声たくさん聞かせて。ダメよ。だってまだ私が満足していないもの。ほら、手
抗しないで。私にしてほしいこと、もっと言ってごらんなさい。いっぱい甘やかしてあげる。起きて起きて、しおり。このままじゃ風邪ひいちゃうわ。すっかり遅くなっちゃったわね。さすがにそろそろ帰らないと。ええ、すごく可愛い寝息だったわよ。さ、帰りましょう。今日はたっぷりサービスしたし、美味しいものが食べたいわ。その気ならしばらく指導にはしおりでいてもらってもいいのよ。ふん、分かればいいのよ。それでアルスはどうしたの？ないわ。一緒だとは思ってたんだけど。待ちなさい。とりあえず私も一緒に行くから。それでどうなの？何がじゃないわよ。まったく、アルスに愛を教えるってやつよ。ちょっとは進展あったかって聞いてるの。そんな顔してないで、もっと自信持ちなさい。教える側がそんなんじゃ、伝わるものも伝わらないでしょ。わからないならわからないなりに、せめて堂々としてなさい。
勢いと根拠のない自信だけが指導の武器なんだから。そうやって今までもうまくやってきたんでしょ。ずっとそばで見てきた私が言うんだから間違いないわ。指導は自分が信じたことを貫き通しなさい。分かったらさっさとアルスを見つけて帰るわよ。シド、見つかってしまいました。気になることがありました。それよりも指導が探しに来てくれて嬉しいです。予想通りの反応です。こうすれば指導が探しに来てくれると思いました。ゲームではこうすることでドキッとするものなのでしょう。指導のそういう反応が見たかったのです。何してるの、シド。いつまでくっついてるつもり。早く離れなさい。うるさい。それはそれ、これはこれよ。アルスもすることが済んだなら帰る。いいわね。わかりました。はい。ほら、言わなくてもわかるでしょ。Thank you.